今回のモデルは特にアクションの記載って何もないね。まさか何もアクションがついてない、そんな感じのトミカなのかな。はい、皆さんこんにちは。今回紹介するトミカはこちら、ナンバー91番フォードマスタングエコブーストファーストバックをチェックしていきます。はい、しっかり見ていきます。こちらのモデルはナンバー91番フォードマスタングエコブーストファーストバックのモデルになってます。2024年11月発売のニューモデルになるね。通常版のボディカラーの方はレッドのソリッドっていうような感じだね。このレッドのソリッド、なかなかいいカラーリングじゃないかな。まずはフロントの方から見てみます。中央の部分にはフォードのエンブレム部分がしっかりと作られてあるね。ここは造形で作られてあって、上部の部分にはシルバーで塗装っていうような感じかな。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装の塗り分けになってて、まあ、この辺りちょっとヘッドライトクリアパーツとか欲しかったね。グリル周りのこのデザイン、メッシュのようなデザインの部分はかなり細かな作りでいい感じじゃないかな。アンダーの部分もこんな感じで、フロントのスポイラーの部分はシャーシと一体成形っていうような感じだね。やはりフォードマスタングというと、このフロントのこの厚みというか、この迫力の部分はかなりすごいところがあるね。ボンネットからルーフの方を見ていくと、こんな感じでプレスラインが入っているような感じだね。側面の方を見てみます。側面の方から見るとフォードマスタング、まあファストバックということで、このリア周りのこの形状の部分が結構特徴的な部分かな。フロントのボリュームに対して後ろはちょっと薄めっていうような感じだね。そしてこの左右のサイドステップの部分、エアロの部分はこれがシャーシと一体成形っていうような感じだね。サイドの部分のガラスの部分はクリアパーツではめ込まれてあって、まあ、特にこの側面の部分に何かプリントとかっていうのはないね。リア周りの方を見ています。中央の部分にはフォードのエンブレムがしっかりとプリントされてあって、テールレンズの部分、テールランプはこれはレッドの塗り分け塗装っていうような感じだね。ここもクリアパーツが使われてないのはちょっと残念だね。アンダーの部分はこんな感じでディフューザーというかエアラの部分までしっかりと作られてあるね。結構やはりリアから見るところも迫力はあるね。リアガラスの部分はこんな感じになってて、あ、中には何かスピーカーなのか何かこんな感じのものが見えるね。そしてこちらの側面の方を見ていくと、まあ、こちらの方も特に反対側と同じデザインになるね。上部の部分から見るとこんな感じになってます。内装の方を見ていくと、内装カラーはブラックで作られてあるね。運転席は、左ハンドルになってたんだね。そしてシートの部分はちゃんとスポーツシートっていうような感じのものが作られてあるね。リアシートというか、この辺りもしっかりと作られてあるような感じだね。アクションの方を見ていくと、タイヤの方はこれはサスペンションはついてないような感じかな。左右ドアの開閉アクションもなくて、トランクの開閉アクションとかもないので、アクションは特についてないね。シャーシの方を見ていくと、2024年のシャーシになってます。こうやって見ていくと、アメ車らしいフォードマスタングのデザインがしっかりと再現されたっていうような感じだね。やはりこのアメ車というと、このフロント周りのこの迫力の部分っていうのは結構すごいところがあるね。リア周りのところもなかなか良かったんじゃないかな。まあ、とは言ってもやはりトミカだと、ギミックアクションの部分を何か期待しちゃうところがあるよね。ちょっと今回それがなかったのは残念かな。さあ次のモデルは初回特別仕様を見ていこうかな。はい、こちらのモデルがフォードマスタングエコブーストファーストバックの初回特別仕様のボディカラーになってます。まあ、ソリッドはソリッドなんだけど、これは薄いブルーっていうような感じになるのかな。なかなかこの辺りのカラーリングっていうのも絶妙な部分だね。フロントの方を見ていくと、中央の部分のこのフォードマスタングのエンブレムの部分、ここはかなり主張がされてるね。グリル周りのデザインっていうのも通常版と同じような感じで、この部分はかなり迫力があっていい感じだね。まあ、上部の部分とか側面の方を見ていくと、特にこの辺りも通常版と同じっていうような感じかな。リア周りの部分のこのテールランプの部分、ここはやはりこんな感じでレッドの塗り分けっていうような感じだよね。この部分にもフォードマスタングエンブレム部分がしっかりとプリントされてある感じだね。まあ、リア周りの部分のこの造形の部分もなかなかいい感じかもしれないね。側面反対側もこんな感じになってて、まあ、通常版と並べてみるとこんな感じだね。
左の赤い部分が通常版で、ブルーの部分が初回特別仕様。どちらの部分もデザイン的に金型自体は同じなのかな、カラーリング違いっていうような感じだね。内装デザインの部分もおそらく見る限り同じような感じかな。タイヤの部分見てなかったけど、こんな感じでスポーツタイヤのリムの部分がシルバーのメッキの部分になってるね。まあ、こうやって見ていくと、やはりフォードマスタングアメ車らしいこのフロント周りのデザイン、この迫力のあるデザインが良かったね。箱の方は正面のパッケージにトミカのイラストをね。2024年の新車シールはこんな感じだね。側面の方を見ていくと、上部の部分にはフォードのオフィシャルライセンスの方がプリントされてあるね。裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今回はナンバー91番フォードマスタングエコブーストファーストバックの通常版と初回特別仕様をチェックしてみました。2024年11月発売のニューモデルの初回特別仕様もしっかりとラインナップに入ったところは嬉しかったんだけど、まあ、通常版と初回特別仕様でボディカラーだけの違いだったね。まあ、それ以外の部分で言うと、やはりアクションが特についてない、この部分はちょっと残念だったね。まあ、トミカファンとすると、まあ、いつもいろんなアクションとかギミック、この部分期待しちゃうんだよね。まあ、そして今回エコブーストファーストバックということなので、実車の部分ではおそらくエンジンとかそのあたりが V8 とか、またオートマの部分も10速オートマとかそういうのが搭載されたようなスポーツカーになるのかな。まあ、ちょっとこのあたりフォードマスタング詳しくないので、詳しい方はコメント欄の方で何か教えてください。そして今回は店頭の方で並んでみたけど、特に争奪戦とかっていうのは特にはなかったね。そこまで激しいものではなくて、欲しい方が欲しいだけ、まあ欲しいだけといっても1人1個だったんだけど、購入することができたんじゃないかな。まあ、そういったモデルなので、まだ手に入れられてない方はちょっと近くのお店の方、そちらの方を見てみるといいかもしれないね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。